こんにちは、ダイスです。今回はバイオレットパワーの図鑑の登録を進めていきます。現在が368になりました。もうすぐ400ではあるんですけど、ここからが結構大変になってくるので、ご飯の材料をね、買いに行ってからご飯食べながら探していきます。フラージス会えてないんですよね。結構スカーレット側だとよく見るんですけど、なんで出会ってないとこんなに出ないんでしょう。ご飯をね、食べれば出やすくなるかもしれないので、フェアリーのね、ご飯を食べて探してみます。まあ、とりあえず今の段階で出てるかどうかは確認しちゃいます。いない気がするんだよな。あ、ライトできない。はい。そう、こうやってね、なぜかハラバリーとか、あんまり出ないポケモンはいたりするのに。フラージェスだけ寝てないんですよね。マップ上はね、結構 いるんですよ、こうやって。なんでなんだろう。行ったり来たりもね、結構時間かけてやったんですけど、なかなかね、いないんですよね。ひまわりばっかりだし。今こんな感じになっちゃってます。フラエッテとかはよく出るのに、進化の跡が出ない。なんで?ということで、ご飯食べましょう。ご飯を食べればサクッと出るはず。すごい気回り率だな。怖い。いっぱい出てますね。ということで、まずはピクニック。フェアリーでいいよね。なんか斜めだけどやらせてくれるんだ。これ結構斜めですよね。じゃあ今なんか、机まっすぐになりませんでした？え気にしなくていいのかな。机斜めだったのなんかずれましたよね。あんなになるんだ。はい、レタスとヨーグルトで3枚レタスちゃんと乗せて、現実世界で食べたらちょっと美味しくなさそうな組み合わせですけど、これでフェアリーが遭遇パワー1つくので、食べてやってみましょう。とりあえずこれで出てくれればいいんだけど、この辺フェアリータイプって結構いるのでね、どうしよう。合わないんだよね、なんで。とりあえず奥まで来ました。あ、待って、チュリネちゃんいる。チュリネ持ってないんですよ。そういえば、やったー。チュリネさんもゲットできるんだ、ここ嬉しい。一石二鳥ってこのことですね。ドレディア可愛いな。え、チュリネ走るの可愛いね。ちょっと思った以上に早かった。お、来た来た。進化する？あ、来たね。あ、見守られてる。チュリネです。たまに葉っぱをトリミングすると丸々した立派な姿に育っていく。たまにトリミングしてあげるのがいいんだ。知らなかった。ありがとう。なんか足元にいるけど。お、やっと来たか、ミブリム。本当は出るんですけど、レアすぎてね、諦めて普通に育成に切り替えました。デブリム。数少ないんですよね。強い感情を発するものを見つけ出し、お酒で叩きのめし、非意識を奪って黙らせる。怖っ。え、そんなんだったっけ。あ、そっか、生殖ポケモンだから静かなのが好きってこと。強い感情を発するものを見つけ出して、お下げで叩いて意識を奪って黙らせる。私今の状態ってことじゃない。ちょっと怖いね。ブンマ怖いな。この流れでブンマウスを覚えるんだ。やめさせちゃいました。さあさあ、フラージェスの番ですよ。フラージェス。トレディアは可愛い。持ってるんだよね。フラージェスは。あれ、ハピナスがいる。珍しい。珍しい、ハピナス。
経験値もらっときます。フラージェスいないし。お、リベラ上がってく。で、お、イカネズミになったひどくない？さっきワッカネズミだったのにイカネズミになりましたよ。4匹家族ですね。これで1個図鑑が埋まった感じです。他に育成しなきゃいけない子いたかな。やっといた、やっと会えた。いやー、びっくりした、こんなに会えないんだしかもあれ色が黄色じゃないやつ出てきたんですけど、青色。いや、でも図鑑の登録は進んでよかった。時間かかりますね、やっぱり。はい、フラージスよかった。あとはプクリンも行かなきゃなので、このまま行こうかな。青い花の姿です。昔青の顔料はとても高価だったので、青い個体を描いた絵画は価値が高い。へえ、そうなんだ。青色の顔料取れるものが少なかったのかな。これだいたいこういうのね、捕まえた後っていっぱい出てくるんですよね。なんでフラベベと一緒にいたんだろう。いやー、でも終わりました、嬉しい。じゃあ次はプクリンのところ行きましょう。プクリンだと場所がこっちかな、この辺だと思うので、北一番移動します。いや、同じタイプのやつだったらこのまま回ってった方が効率いいですよね。フラージス OK、 イッカネズミ OK、 次はプクリンを探そう。まだいないね、滝の方。この辺で出てた気がするんだけどな、プクリーン。一応いるようになってますね。エルレイトも一緒に行けるかな。待って、あのカヌちゃん多すぎじゃない。怖いね、カヌちゃん多いね。あ、いたいた。出た出た。夜とかの方が出やすいんでしょうか、もしかしたら。どうなんだろう。やっと出会えたよ、プクリン。まだ時間あるのでエルレイドもこのまま探せるかな。ひどい、どっか行っちゃうかもしれないから、もうこのままやった方がいいよね。欲しい。あー、じゃれつく、怖すぎる。可愛いのに、今作可愛いけど怖いポケモン多いですね。あ、夕方時間になってる、ちょうどルガルガンのね、黄昏もこの時間帯に多分出てくるはずなんだよね。どうしよう、ドリームパンチしとく。レベルも51だから多分倒れないはず。でも麻痺ついてるんだよな毒毒玉持たせとけばよかったですね。あったはずなのに、そういえば。もう一回、起きたよ。はあやめて、チャレつかないで、逃げた方が良かったかな。行ってみますか、なんか取れそうな気もする。全然足りないけどね、タイマーボールを使うには。ギャラリーが、お、来た来た来た、ほら行けたじゃん。ボールってこんなにちっちゃいんだねアップで見ないとこんなちっちゃいんだね。よし、とりあえずですけど、
きましたよ。ノーマル食べ直ししなくてもよかったです。ふわふわの体毛に触ると手触りがとてもいいので離れなくなってしまう。わーで怒られそうだよね、そんなことしたら。ふわってしてるんだね。お、来た。エルレイドは見つかってないですけど、まだ。やっと進化だ。ベトベトン。やったね。とっても臭いって出しては、ああ、おっしゃった。ちょっと戻りましょう。何今の図鑑登録の文章。面白すぎじゃなかったですか。とっても臭い。体の成分は猛毒でベトベトンが通るとどんな草木も枯れる。とっても臭いってなってる。スカーレットガーってもうちょっとなんかちゃんと書いてあった気がするんだけど。とっても臭い。あまり使いたくないんだけど、飴。使ってみますか。54とかですよね、確か。あ、来た来た。多分進化すると思う。いっぱい覚えるね。セグレイブを作りたい。きたきた、54レベ進化だったはずと思ってやってみちゃいます。この姿でフィールドに出てほしかった。このポケモンはセグレイブ。はい、逆さまになる口から霊気を吹き出す力で突進、背びれの剣で敵を仕留める。すごい面白いんだよね。かっこいいですよね。結構埋まりましたね。嬉しいな。これがね面白いんだよね、技的に。ちょっとやってみますかこれちょっとやってみたかったんですよね。あんまりね使ってなくて、フィールドだと。じゃあこの辺にちょうどいるルチャブルを相手にやってみてもらいましょう。これこれ抜群なんだけど、いけるかな。いいねいいね、面白いね。やっぱりちょっと斜めになってるとこでやるとあれですね、全部なんていうの、あの首から下見えなくなっちゃうんだね。やっぱ平面でやった方が良かったかな。はい、ありがとうございました。いや残念ながらエルレイドは今日発見できなかったので、また別の方法の進化にしようかなと思います。パッて出てきてくれればいいんですけどね、数少ないからかな。一応これで375になりました。あと25匹頑張ります。この動画が少しでも良かった方は高評価のボタン、チャンネルのご登録、コメントよろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。それではまた。See you!